岡本を咲くゆず湯一本日ゆず湯というビラを見ながら私は急に春に近づいたような気分になっていつもの湯屋の格子をくぐると出会い頭にてぐ屋のおじいさんが濡れ手ぬぐいで額を拭きながら出てきた旦那毒がとうとう死にましたよ 徳さん、左官屋の徳さんがええ、今朝死んだそうで、今あの書生さんから聞きましたから、これからすぐに行ってやろうと思っているんです。何しろ別に親類というようなものもないんですから、みんなが寄り集まって何とか始末してやらなければなりますまいよ。運の悪い男でしてね。こんなことを言いながら、 日の短いおじいさんは下駄をつっかけてそそくさと出て行ってしまった。午後2時ごろの銭湯は広々と明るかった。狭い庭には縁日で買ってきたらしい大きい鉢の梅がガラス戸越しに白く見えた。着物を脱いで風呂場へ行くと流しの板は白く乾いていて明るい風呂の隅には 一人の若い男の頭が後ろ向きに浮いているだけであった。透き通るような新しい湯は風呂いっぱいにみなぎって輪切りの柚子が暖かい波にゆらゆらと流れていた。窓ガラスを漏れる真昼の冬の日に照らされて影楼のように立ち迷う湯気の中に黄色い木の実の強い匂いがこもっているのも 心よかった私はいい心持ちになって、まず体を示していると、隅の方に浮いていた黒い頭がやがてくるりと振り向いた。こんにちは。押しつまって、お天気で結構です。と私も挨拶した。彼は近所の山口という医師の薬局生であった。 私と別に懇意でもないが、湯屋なじみで、普通の挨拶だけはするのであった。てぐ屋のおじいさんが所生さんと言ったのはこの男で、左官屋の徳さんは、おそらく山口医師の診察を受けていたのであろうと、私は推量した。左官屋の徳さんが死んだそうですね、と、私もやがて風呂に入って、 少し熱い湯に顔をしかめながら聞いた。ええ、今朝7時頃に。あなたのところの先生に領治してもらっていたんですかそうです。慢性の腎臓炎でした。私のところへ診察を受けに来たのは先月からでしたが、何でもよっぽど前から悪かったらしいんですね。先生も最初から難しいと言っていたんですが、 おとといごろから急に悪くなりました。そうですか。気の毒でしたね。何しろ気の毒でしたよ。おおむがえしにこんなあいさつをしながら薬局生はうずたかいゆずをかき分けて流し場へ出た。それから水船のそばへたくさんの光景をならべて真っ赤にゆでられた胸や手足を 石鹸の白い泡に埋めていた。それを見るともなしに眺めながら、私はまだ風呂の中に浸っていた。表には、しわすの町らしい人の足音が、忙しそうに聞こえた。杜氏の獅子舞の林の音も遠く響いた。ふと目を上げて、ガラス窓の外を伺う,うと、 細い路地を隔てた隣の土蔵の白壁の上に、冬の空は青々と高く晴れて、下界の忙しい世の中を知らないように、とんびが一羽ゆるく待っているのが見えた。こういう場合、私はいつものんびりした気持ちになって、なんだかぼんやりとうすら眠くなるのが習いであったが、今日はなぜか、 落ち着いた気分になれなかった。徳さんの死ということが私の頭をいろいろに動かしているのであった。それにしてもおたまさんはどうしているだろう。私は徳さんの死から引いてその妹のおたまさんの悲しい身の上をも考えさせられた。おたまさんは 親代々の江戸っ子で、お父さんは立派な盛んの棟梁株であったと聞いている。昔はどこに住んでいたか知らないが、私が麹町の元園町に引っ越してきた時には、お玉さんは町内のあまり広くもない路地の角に住んでいた。私の父はその路地の奥の空き地に平屋を新築して移った。 おたまさんの家は二階屋で、東の往来に向かった格子づりであった。荒い格子の中は広い土間になっていて、そこには漆喰の俵や土舟などが横たわっていた。住居の窓は路地の中の南に向かっていて、住居に続く台所の前は、南から西へ折りまわした板塀に囲まれていた。 平のうちには小さい物置と四五壺の狭い庭があって、庭には柿や桃や八つでの類が押しかぶさるように茂り合っていた。いずれも庭不相当の大木であった。二階はどうなっているか知らないが、私の記憶しているところでは、一度も東向きの窓を開けたことはなかった。 北隣には雇い人の口入れ屋があった。どういうわけか、お玉さんの家とその口入れ屋とはひどく仲が悪くって、いつも喧嘩が絶えなかった。私が引っ越してきた頃には、お玉さんのおとっさんという人はもう生きていなかった。おっかさんと兄の徳さんとお玉さんと、 水入らずの三人暮らしであった。おっかさんの名は知らないが、年の頃は五十ぐらいで、色の白い、痩せ型で背の高い、若い時には、まず、いい女の部であったらしく思われる人であった。徳さんは二十四五で、顔つきも体の格好もおっかさんに生き写しであったが、男としては少し小柄の方であった。 それに引き換えて、妹のおたまさんは、目鼻立ちこそ兄さんに似ているが、むしろ兄さんよりも大柄の女で、平べったい顔と厚ぼったい肉と思っていた。年は二十歳ぐらいで、いつも胃腸返しに髪をゆって、薄くおしろいをつけていた。隣の口入れ屋ばかりでなく、近所の人は、 すべておたまさん一家に対してあまりいい感情を持っていないらしかった。おたまさん親子の方でも、勤めて近所との付き合いを避けて、孤立の生活に甘んじているらしかった。おっかさんは非常に口やかましい人で、私たちの子供仲間からは、左官屋の鬼ばばとあだ名されていた。 おたまさんのうちの孔子の前には古風の転水桶があった。私たちがもしその転水桶の周りに集まって夏は防フラを探し冬は氷をいじったりするとおっかさんはたちまちに孔子を開けて「誰だいいたずらをするのは」とかみつくようにどなりつけた。雨の降る日に路地を抜ける人の傘が おたまさんの家のはめかいにがっさりとでも触る音がするとおっかさんはすぐに例の誰だ,だいを浴びせかけた私も学校の行き帰りにたびたびこのおっかさんから誰だ,だいと叱られた徳さんは若い職人に似合わず無口で陰気な男であった見かけは小粋な若い衆であったが 町内の祭りなどにも一切かかりあったことはなかった。そのくせ、うちで一杯飲むと、おっかさんやおたまさんの三味線で、清本や羽歌を歌ったりしていた。おたまさんがうち中で一番陽気なたちらしく、近所の人を見れば、いつもニコニコ笑って挨拶していた。しかし、おっかさんや兄さんがこういう風変わりであるので、 娘盛りのお玉さんにも親しい友達はなかったらしく麹町通りの夜店を冷やかしに行くにも平川天神の縁日に参詣するにもお玉さんはいつもおっかさんと一緒に出歩いていた時々におっかさんと連れ立って芝居や寄席へ行くこともあるらしかったこの一家はそろってきれい好きであった おっかさんは日にいくたびも格子の前を履いていた。おたまさんも毎日海外しく洗濯や貼り物などをしていた。それで決して髪を乱していたこともなく、毎晩必ず近所の湯に行った。徳さんは朝と晩とに一日二度ずつ湯に入った。徳さん自身は投稜株ではなかったが、 一人前の職人としては相当の腕を持っているので別に生活に困るようなふうは見せなかったお玉さんもいつも小切れいななりをしていた近所の噂によるとお玉さんは一度よそへ縁づいて子供まで産んだがなぜだか不縁になって帰ってきたのだということであったそのせいか私がお玉さんを知ってから もう三四年も経っても嫁に行くような様子は見えなかった。お玉さんもだんだんに盛りを通りすぎて体の幅のいよいよ広くなってくるのばかりが目についた。そのうちに誰が言い出したのか知らないがお玉さんには旦那があるという噂が立った。もちろん旦那らしい人の出入りする姿を見かけたものはなかったが お玉さんの方から泊まりに行くのだと本当らしく吹聴するものもあったその旦那は偉人さんだというものもあったしかしそれにはどれも確かな証拠はなかったこのけしからぬ噂がお玉さん一家の耳にも響いたらしくその後のお玉さんの様子はがらりと変わって買い物にでも出る他には めったにその姿を世間へ見せないようになった。近所の人たちに会っても、すげなく顔を背けて、今までのようなニコニコした笑い顔を見せなくなった。三味線の根もちっとも聞かせなくなった。何でも、そのあくる年のことと記憶している。日枝神社の本祭りで、この町内では踊り屋台を出した。 しかし町内には踊る子が揃わないので、誰かの発議でその頃牛込の赤木下にあった赤木座という小芝居の役者を雇うことになった。役者はみんな十五六の子供で、佐賀やおもろの三つ国と滝屋社とご中心の三人が引き抜いてどんつくの踊りになるのであった。 この年の夏は陽気が遅れて、六月半ばでも若い種たちの中型のお揃いが薄ら寒そうに見えた。夜宮の十四日には夕方から霧のような細かい雨が花笠の上にしとしとと降ってきた。踊り屋台は濡れながら町内を練り回った。林の音が浮いて聞こえた。屋台の軒にも ぼたんのような赤いちょうちんがゆらめいて「それ覚えてか君様の袴も春のおぼろ染め」「滝夜叉がしどけないしごきをシャンと結んで少しく胸をそらした時に往来を真っ黒にうずめている見物の雨傘が一度に揺らいだ」「うまいねえ上手だねえ」 そりゃ本当の役者だもの。だもこんな褒め言葉がそこにもここにもささやかれたお玉さんのうちの人たちも孔子の前に立って同じくこの踊りたいを見物していたがお玉さんのおっかさんはさも情けないというように顔をしかめて誰に言うともなしに舌打ちしながら小声でののしった何だろう こんな小汚いものを芸は下手でも上手でもお祭りには町内の娘さんたちが踊るもんだこんな小敷芝居みたいなものをどこからか引っ張ってきやがってお祭りもないもんだあ嫌だ嫌だ長生きはしたくないこう言っておっかさんはうちへついと引っ込んでしまったお玉さんも徳さんも 鬼ばばめお株をいって嫌がる長生きがしたくなければ早くくたばってしまえと花笠をかぶった一人が罵ののったそれが芯をなしたわけでもあるまいがおっかさんはその年の秋からどっと寝ついたそのころには庭の大きい柿の実もだんだんあからんで 近所のいたずら小僧が兵五子に竹竿を突っ込むこともあったが、おっかさんは例の誰だ,だいを怒鳴る元気もなかった。そうして、十一月の初めには、もう白木の勘に入ってしまった。さすがに見ぬ顔もできないので、葬式には近所の人が五、六人見送った。同じ仲間の職人も十人ばかり来た。 寺は四谷の小さい寺であったが葬儀の案外立派であったのにはみんなも驚かされた。当日の回送車一同には白おこわと煮しめの弁当が出た。35日には見事な米まんじゅうと麦まんじゅうとの蒸し物に茶を添えて近所に配った。 万事が案外によく行き届いているので、近所の人たちも少し気の毒になったのと、もう一つは、口やかましいおっかさんがいなくなったというのが動機になって、以前よりは打ち解けてつきあおうとする人もできたが、なぜかそれも長くは続かなかった。三月半年とたつうちに、近所の人は、 だんだんに遠のいてしまってお玉さんの兄弟は再び元の寂しい孤立の姿に立ち返ったそれでもある世話好きの人がお玉さんに嫁入り先を売借しようとわざわざ親切に相談に行くとお玉さんは切り工場で断ったどうで偉人の妾だなんて言われたものを どこでももらってくださる方はありますまい。その人も取りつく島がないので引き下がった。これにこりて誰もその後は縁談などを言い込む人はなかった。詳しく調べたならば、その当時まだ他にもいろいろの出来事があったかもしれないが、学校時代の私はこうした問題について、 あまり多くの興味を持っていなかったので別に詮索もしなかった昔のおたまさん一家に関して私の幼い記憶に残っているのはまずこのくらいのことにすぎなかったこんなことをそれからそれへとたぐり出して考えながら私はいつの間にか長芝へ出て半分は上の空で 顔や手足を洗っていた。せっけんの泡が目にしみたのに驚いて、私は水で顔を洗った。それから風呂へ入って、再びゆず湯に浸っていると、薬局生も後から入ってきた。そうしてまた、こんなことを話しかけた。あの徳さんという人は、まあ、生き倒れのように死んだんですね。生き倒れ 私はまた驚いた。病気が重くなっても相変わらず自分の方から診察を受けに通ってきていたんです。そこで今朝も家を出て薬瓶を下げてよろよろと歩いてくると床屋の角の電信柱の前でもう歩けなくなったんでしょう。電信柱に寄りかかってしばらく休んでいたかと思ううちに 急にぐたぐたと崩れるように倒れてしまったんです。床屋でも驚いてすぐに店へ抱え込んで、それから私の家へ知らせてきたんですが、先生の行った頃にはもう行けなくなっていたんです。こんな話を聞かされて私はいよいよ情けなくなってきた。せっかくのゆず湯にも いい心持ちに浸っていることはできなくなった。私は体を生吹きにして早々に上がってしまった。二、うちへ帰ってからも徳さんとお玉さんとのことが私の頭にまつわって離れなかった。ことに今日のゆず湯については一つの思い出があった。 私は堅揚げが取れてから下町へ出ていて山手の実家へは七八年帰らなかったそれがある都合で再び帰って住むようになった時には私ももう昔の子供ではなかった十二月のある晩に遅く湯に行った今では題が変わっているが湯屋はやはり同じ湯屋であった 私は夜の湯は嫌いであるが、その日は某所の宴会へ行ったために、帰宅が自然遅くなって、よんどころなく夜の十一時ごろに湯に行くことになった。その晩も杜氏のゆず湯で、姉妹湯に近い濁った湯風呂の隅には、散々にくたれたゆずの白い実が腐った麺のように汚らしく浮いていた。 私は気味悪そうに体を縮めて入っていった。もやもやした白い湯気がガスの光を曇らせて夜更けの風呂の中は薄暗かった。常から主のあだなきを知っていながら女房になってみたいの欲が出て神や仏を頼まずに 義理もへちまの川おり、少しさびのある声で清本を歌っている人があった音曲についてはまんざらのつんぼうでもない私はその節回しのうまいのに驚かされたじっと耳を傾けながらその声の主を湯気の中に透かしてみるとそれはかの徳さんであった徳さんが歌うことは 私も子供の時から知っていたが、こんなにいい喉を持っていようとは今まで思いもつかなかった。琵琶歌やなにわ節が無遠慮に方々の湯屋をかき回している世の中に、清元の神田祭り、しかもそれを変人のように思っていた徳さんの喉から聞こうとは全く思いがけないことであった。 私の他には、昇華の小僧らしいのが二人入っているきりであった。徳さんは、いい心持ちそうに続けて歌っていた。しみじみと聞いているうちに、私はなんだか寂しいような暗い気分になってきた。おたまさんの兄弟が、今の元園町に孤立しているのも、無理がないようにも思われてきた。 どうも、おやかましゅうございました。徳さんは、いいかげんに歌ってしまうと、誰に言うともなしに挨拶して、長芝の方へスタスタ出て行ってしまった。そうして、手早く体を拭いて上がっていった。私もやがて後から出た。路地へさしかかったときには、徳さんのうちはもう雨戸を閉めて、明かりの影も漏れていなかった。 霜も,もりとも言い,いそうな夜の空で、弱々しい薄月の光が庭の八つでの葉を寒そうに照らしていた。私は毎日大抵明るいうちに湯に行くので、そのゆず湯の晩ぎりで再び徳さんの歌を聞く機会がなかった。それから半年以上も過ぎたある夏の晩に、 またこんなことがあった。私が夜の九時頃に鈴見から帰ってくると、徳さんの家の中から咲くような女の声が響いた。孔子の外には通りがかりの人や近所の子供が覗いていた。なんで、畜生、ざまあ見やがれ。うぬらのような百姓にわかるもんか。それは、 おたまさんの声らしいので私はびっくりした何か兄弟喧嘩でも始めたのかとも思った店先に涼んでいる八百屋のおかみさんに聞くとおかみさんは珍しくもないという顔をして笑っていたええ気違いがまた暴れ出したんですよ急に暑くなったんでのぼせたんでしょうおたまさんですか もう五六年前からおかしいんですよ。私は思わず先立した。私にはそれが初耳であった。おたまさんは私が下町へ行っている間に、いつか気違いになっていたのであった。私が八百屋の女将さんと話しているうちにも、おたまさんは何かしきりに怒鳴っていた。息もつかずに、 べらぼう、ちくしょう、などとののしっていた。徳さんの声はちっとも聞こえなかった。うちへ帰ってその話をすると、うちの者も,もみんな知っていた。おたまさんの気違いということは、町内に隠れもない事実であったが、その原因は誰にもわからなかった。しかし別に乱暴を働くというのでもなく、 夏も冬も長火鉢の前に座って死んだように塞いでいるかと思うと時々出し抜けに破れるような大きい声を出して誰を相手にするともなしになんで畜生べらぼう百姓などと罵り始めるのであった兄の徳さんも近頃は慣れたと見えて別に取り沈めようともしない 昨のおかしい妹一人に留守番をさせて平気で仕事に出て行く。近所でも初めは不安に思ったが、これもしまいには慣れてしまって別に気に留めるものもなくなった。おたまさんは自分で髪をゆう、行水を使う、気分のいい時には針仕事などもしている。そんな時には何にも変わったことはないのであるが、 一月か二月に一んぐらい、急にムラムラとなって、例の畜生、べらぼうを怒鳴り始める。それが済むと、狐が落ちたようにケロリとしているのであった。気違いというほどのことではない。一種のヒステリーだろうと私は思っていた。気違いにしてもヒステリーにしても、 一人の妹があの始末ではさぞ困ることだろうと私は徳さんに同情した。ゆずゆで清本を聞かされて以来私は徳さんの一家を覆っている暗い影を痛ましく眺めるようになってきた。畜生、べらぼう。お玉さんは何を罵っているのであろう。誰を呪っているのであろう。 進んでいく世間とかけ離れて自分たちの周囲に対して無意味の反抗を続けながら自然に滅びてゆくいわゆる江戸っ子の運命を私は悲しく思いやったお祭りの小じ芝居を通話したおっかさんは鬼ばばと歌われながら死んだ清本の上手な徳さんもお玉さんも 不幸な母と同じ道を歩んでゆくらしく思われた。とりわけておたまさんはかわいそうでならなかった。母は鬼ばば、娘は享女。よくよく呪われている親子だと思った。おたまさんは一人も友達を持っていなかったが、私の知っているところでは、徳さんには三人の友達があった。 一人は地主の長左門さんでもう七十に近い老人であった。格別に親しく行き来をする様子もなかったが、徳さんもお玉さんもこの地主様にはいつも丁寧に頭を下げていた。長左門さんの方でもこの兄弟の顔を見れば打ち解けて話などをしていた。もう一人は、 上田屋という貸本屋の主人であった。上田屋は江戸時代からの貸本屋で番長一円の屋敷町を得意にして昔はなかなか繁盛したものだと伝えられている。私が知ってからでも土蔵付きの大きい角店で見るから基礎のしっかりとしているらしい家構えであった。私のうちでも ここからいろいろの小説などを借りたことがあった。私が初めて読んだ八犬伝もここの本であった。活版本がだんだん行われるにつけて昔の貸子本屋もだんだんに滅びてしまうので上田屋もとうとう見切りをつけて日清戦争前後に店を辞めてしまった。しかし他にも佳作などを持っているので 店は他人に譲って、自分たちは近所で下田屋暮らしをすることになった。ここの主人ももう六十を超えていた。徳さんの兄弟は時々にここへ遊びに行くらしかった。もう一人は、さっき湯屋で会った縦小屋のおじいさんであった。ここの縦小屋の店にも、 徳さんが腰をかけている姿を折りおり見た。こう並べて見渡したところで徳さんの友達には一人も若い人はなかった。地主の長右衛門さんも上田屋の主人も徳さんとはほとんど親子ほども年が違っていた。建具屋の親方も十五六の年上であった。従って これらの老いたる友達は頼りない徳さんをだんだんに振り捨てて別の世界へ行ってしまった。上田屋の主人が一番先に死んだ。長左衛門さんも死んだ。今生き残っているのは縦具屋のおじいさん一人であった。三。私のうちでは 父が死んだ後に同じ路地の中で南側の二階屋に引き移って私のうちの水口がお玉さんの庭の板部へとちょうど向かい合いになった私のうちの者が徳さんと顔を見合わせる機会が多くなったそれでも両方ながら別に挨拶もしなかったその時は私が徳さんの清本を聞いてから もう四五年も過ぎていた。その年の秋に強い嵐があって、私のうちの壁に雨漏りのシみが出た。大した仕事でもないから、近所の人に頼もうということになって、早速徳さんを呼びにやると、徳さんは快く来てくれた。他年近所に住んでいながら、私のうちで、 徳さんに仕事を頼むのはこれが初めてであった。私はこの時初めて徳さんと正面に向き合って親しく彼と会話を交換したのであった。徳さんはもう四十を三つ四つ超えているらしかった。髪の毛の薄い、色の青黒い、目の険しい顎のとがった。 見るから神経質らしい男で手足は職人に不似合いなくらいにかぼそく見えた紺のにおいの新しい印番手におきて彼は行儀よくかしこまっていた私から繕いの注文をいちいち聞いて徳さんは丁寧にハキハキと答えた「あんな人がなぜ近所と折り合いが悪いんだろう」 徳さんの帰った後で家内のものはみんな不思議がっていた。あくる日は朝早くから仕事に来て徳さんは一日黙って働いていた。その働きぶりのいかにも親切なのが嬉しかった。今どきの職人には珍しいと家内の評判はますますよかった。たかが壁の繕いであったから 仕事は三日ばかりで済んでしまった。徳さんは感情を受け取りに来るときに庭の青柿の枝をたくさんに切ってきてくれて、渋くってとても食べられません。花池へでもお差しください。と言った。なるほど、粒は大きいが渋くって食えなかった。私は床の間の花瓶に刺した。 妹はこのごろどんなあんばいですねと、そのとき私はふいと聞いてみた。おかげさまでこのごろはだいぶ落ち着いているようですがあいつのこですからいつ暴れ出すかしれやしません。しかしあいつもわがままものですから生実家のところへ嫁なんぞに行って苦労するよりも。 ああやってうちで精一杯威張り散らして終わる方が幸せかもしれませんよ」と徳さんは寂しく笑った。おふくろもちょうどあんな人間ですからみんな血を引いているんでしょうよ。それからだんだん話してみると徳さんは妹のことをさのみ苦労にしてもいないらしかった。 昨日おかしくなるのは当たり前だぐらいに思っているらしかった。時々大きな声などを出して怒鳴ったり騒いだりしても近所に対して気の毒だとも思っていないらしかった。しかし徳さんが妹を可愛がっていることは私にもよくわかった。彼は妹がかわいそうだから自分もこの年まで独身でいると言った。 その代わりに少しは道楽もしましたと笑っていた。これが縁になって徳さんは私たちとも口を聞くようになった。途中であっても彼は丁寧に時効の挨拶などをした。私のうちへ仕事に来てから半月ばかりも後のことであったろう。私がある日夕方銀座から帰ってくると 町内の酒屋の角で徳さんに会った。徳さんも仕事の帰りであるらしく、印番店を着て、手にはすすきの一束を持っていた。10月の日はめっきり詰まって、酒屋の軒ランプはもう火が入っていた。徳さんの持っているすすきの穂が夕闇の中にほのじろく見えた。今夜は十三夜ですか。 たしはふと思い出して言ったへえ、片つき身になるのも嫌ですから。徳さんは笑いながらすすきを見せた。二人は言い合わしたように暗い空を見上げた。後の月は雨に隠されそうな雲の色であった。私は寂しい心持ちで徳さんと並んで歩いた。 合わせでももう薄ら寒いような心細い秋風がすすきの白い方をそよそよと吹いていた。路地の入り口へ来ると明かりもまだつけない家の奥でお玉さんのとがった声が響いた。なんで何言ってやがるんで畜生バカ野郎お玉さんがまた狂い出したかと思うと。 私はいよいよ寂しい心持ちになった。もう珍しくもないので、薄暗い表には誰ものぞいているものもなかった。徳さんは黙って私に会釈し,して、格子を開けて入った。格子の開く音が聞こえると同時に、南向きの窓が内からがらりと開いた。前にも言ったとおり、 窓は南に向いているので、路地を通っている私は、ちょうどその窓から出た女の顔と斜めに向き合った。女の歯の白いのが、まず目についてものすごかった。私は毎朝うちを出て、夕方でなければ帰ってこない。おたまさんはめったに外へ出たことはない。おたまさんが、 このごろ幽霊のようにやつれているということは、うちの者の,の話には聞いていたが、私は直接にその変わった姿を見る機会がなくて過ぎた。それを今夜初めて見たのである。おたまさんの平べったい顔は削られたように痩せて尖って、くし巻きにしているらしい髪の毛は一本も乱さずに描き上げられていた。 その顔の色は気味の悪いほどに白かった。旦那旦那とお玉さんはひどく若々しい声で呼んだ。私も呼ばれて立ち止まった。あなたは洋服を着ているんですかその時私は和服を着ていたので、私は黙ってコウモリのように両袖を広げてみせた。 おたまさんは、かの白い歯をむき出して、にやにやと笑った。洋服を着て通りあがると、頭から水をぶっかけるぞ。気をつけやあがれ。窓はぴっしゃり閉められた。おたまさんの顔は消えてしまった。私は物に襲われたような心持ちで、早々に家へ帰った。 その当時、私は毎日出勤するのに、和服を着て出ることもあれば、洋服を着て出ることもあった。お玉さんから恐ろしい宣告を受けて以来、私は洋服を着るのを一時見合わせたが、そうばかりもいかない事情があるので、よんどころなく洋服を着て出る場合には、なるべく足音を盗んで、 「お玉さんの窓の下をそっと通り抜けるようにしていた」「それからひとつきばかりたって寒い雨の降る日であった」「私は雨傘を傾けてお玉さんの窓際を通るとさながら待ちもうけていたかのように窓がふいに開いたかと思うとひしゃくの水が私の傘の上にざぶりと降ってきた」 幸いに傘を傾けていたので、刺したることもなかったが、その時私は和服を着ていたにもかかわらず、こういう不意打ちの難にであったのであった。その以来、自分はもちろん、家内の者のにも注意して、お玉さんの窓の下はいつも忍び足で通ることにしていた。それでも時々に、うちから鋭い声で叱りつけられた。 バカ野郎百姓水をぶっかけるぞしっかりしろ口で言うばかりでない、実際に水の降ってくることがたびたびあった。酒屋の小さい御用などは、漢中に頭から水を浴びせられて泣いて逃げた。近所の子供などは悔しがって、窓へ石を投げ込むのもあった。 お玉さんも負けずに何か罵りながらうちからしきりに水を振りまいた石と水との戦いが時々にこの狭い路地の中で演ぜられたそのうちにお玉さんのうちは路地のそばを三尺通り切り縮められることになったそれは路地の奥の土蔵付きのうちへ新しく越してきた 某実業家のめかけが人力車の自由に出入りのできるだけに路地の幅を広げてもらいたいと地主に交渉の結果路地の入り口にあるお玉さんの家をどうしても三尺ほどそぎ取らなければならないことになったのであるこういう手前勝手の要求を提出した人は 地主に対しても無論に高い地代を払うことになったにそういなかった。お玉さんのうちの修繕費用も先方で全部負担すると言った。長左衛門さんがおいでなら私も申すこともありますまいが今はもうしようがありません。と徳さんは若い地主からその相談を受けたときに 存外素直にしした。しかし修繕の費用などは一銭もいらないときっぱりはねつけたそれからひとつきの後に路地は広くなったお玉さんのうちはそれだけ痩せてしまったその年の夏も暑かったがお玉さんのうちの窓は夜も昼も雨戸を閉めたままであった おたまさんの乱暴があまり激しくなったので、徳さんは妹が窓から危険なものを投げ出さない用心に、路地に向かった窓の雨戸を釘付けにしてしまったのであった。おたまさんは内から窓を叩いて何か怒鳴っていた。暑さが募るにつれて、おたまさんの病気もいよいよ募ってきたらしかった。このごろでは、 家の中で鉄瓶や土瓶を投げ出すような音も聞こえた。時々には裸足で飛び出すこともあった。建具屋のおじいさんももう見ていられなくなって、無理に徳さんを勧めて妹を巣鴨の病院へ入れさせることにした。今の徳さんには入院料を支弁する力もない。 さりとて仮にも一個を持っているものの家族には、世良を許されない規定になっているので、徳さんはとうとうそのうちを売ることになった。そうして、縦小屋のおじいさんの尽力で、おたまさんはいよいよ巣鴨へ送られた。それは、九月初めの曇った日で、おたまさんはこのうちを出ることを非常に拒んだ。 ようようなだめて人力車に乗せると、おたまさんは、ほろをかけることを嫌った。畜生べらぼう百姓ざま見やがれおたまさんは、町じゅうの人を呪うように、大きな声で叫び続けながら、呆然として人力車に揺られていった。私は路地の口に立って見送った。 縦小屋のおじいさんと徳さんとは人力車の後についていった「妹も長々ご厄介になりました」巣鴨から帰ってきて徳さんは近所へいちいち挨拶に回ったそうしてその晩のうちに書体を畳たたんで元の貸本屋の上田屋の2階に同居したその後へはさらに手入れをして 七夜の隠居さんが越してきた。近所ではあるが町内が違うので、私はその後、徳さんの姿を見かけることはほとんどなかった。それからまた、二年過ぎた。そして、ゆず湯の日に徳さんの死を突然聞いたのである。徳さんの末路は悲惨であった。 しかし徳さんもお玉さんもあくまで周囲の人間をしょうと罵って自分たちだけが本当の江戸っ子であると誇りつつ長い一生を強情に推していったかと思うと単に悲惨というよりもむしろ悲壮の感がないでもないそのあくる日の午後に私は再び縦小屋のおじいさんに悠やであった おじいさんは徳さんの葬式から今帰ったところだと言った。徳の野郎、あいつは不思議なやつですよ。なんだか貧乏しているようでしたけれど、いよいよ死んでからそのつづらを改めると、小新しい二子の綿入れが三枚と、羽織が三枚、名船の着物と羽織の揃ったのが一組、帯が三本。 印番点が4枚、他に浴衣が5枚と、それから現金が70円ほどありましたよ。ところが今までめったに寄りついたことのねえやつらが、やれめえだのいとこだのと言って方々から集まってきて、片っ端からみんな持っていってしまいましたよ。世の中は白状にできてますね。なるほど、徳の野郎が、 今の奴らと付き合わなかったはずですよ。私は黙って聞いていた。そうして、お玉さんはこのごろどうしているかと聞いた。お玉は病院へ行ってから、体はますます丈夫になって、まるで大道臼のように太ってしまいましたよ。病気の方はどうなんです。いけませんね。 もうどうしても治らないでしょうよ。まあ、あそこで一生終わるんですね。と、おじいさんはため息をついた。だが、当人としたら、その方が幸せかもしれませんよ。そうかもしれませんね。二人はそれぎり黙って風呂へ入った。